見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。44歳の若さで岸田新内閣の目玉閣僚となった牧島かれんデジタル担当相だが、就任早々 NTT の秘書室長から1人5万円のコースで2回にわたり接待を受けたことが週刊文春の報道で発覚し、説明責任を迫られている。会見では一議員としていろいろと意見交換をするのは政治活動の中で大事なことだと述べた牧島氏だが、意見交換のために5万円もおごられることを疑問に思わないのかという批判の声は止まない。牧島氏を取材してきた全国紙政治部記者は、その説明に彼女の浮世離れした生活感覚がにじみ出ているという。牧島さんの父親は神奈川県議会のドンと呼ばれ、小泉純一郎氏の秘書も務めた地元横須賀の名士で、彼女は生粋のお嬢様として育ちました。小学校から高校卒業まで名門女子校として名高い横浜双葉に通い、その後は眞子様や佳子様の母校でもある ICU キリスト教大学に進学した。卒業後は海外に留学したため、彼女には世間連れしたところが全然ありません。それでいて親しみやすく、記者からの評判は良かった。委員になるまで牛丼を食べたことがなかったらしく、記者に吉野家って何、牛丼ってどんな食べ物と聞いたことがあり、そんな人がいるのかとみんなびっくりしていました。5万円という金額も、彼女からすればそれほど高額という意識はなかったんじゃないでしょうか。牧島氏には、永田町のハイジという異名がある。バナ寮の免許を持ち、自民党のジビエ議連、鳥獣食肉利活用推進議員連盟に所属し、地元、神奈川県内の山で実際に寮にも参加する。お嬢様イメージとはギャップを感じるが、神奈川県連関係者によると、これは彼女なりのイメージ戦略なのだという。牧島さんの選挙区である小田原や足柄、秦野などは山間部で鳥獣被害も多い。彼女が神奈川県猟友会小田原支部に所属して猟をするのは地元対策でもあるんです。彼女の所属する麻生派は、野麻生太郎さんに河野太郎さんなど、名だたる世襲議員が揃っている。彼らの場合、麻生さんなら漫画好き、河野さんなら音痴など、エリートでも親しみの持てる側面をアピールしてきましたが、彼女にとってはそれが寮であり、ジビエ好きでした。しかし、今回の NTT による高額接待で、有権者に、彼女はやっぱり庶民感覚とは違う、と思われてしまうのではないかと危惧しています。麻生氏は首相時代、若者たちと居酒屋で懇談した後、庶民感覚をアピールしようと、料理は、ホッケの煮付けとか、そんなもんでしたよ、と発言し、ホッケを食べたことがないのか、と顰蹙を買った。イメージ戦略は、ほころびが生じると逆効果になるということだ。